3回戦見てみたいと思います。始まります。あー積もりました。積もった。今さん積もりました。ユーバー・ドレイチ、イーペイコーのみ2000点、2004000、日本版、はい、ウェアマンですね、はい、リーチ・ドラ4、ピーター、これは3ピン勝負以外ない。うわぁ、しゃあ、そう出たヒロさんすごいすごいすごいすぎる、すごすぎる、すごすぎる。このリアル脱衣麻雀ポロリはバップですは全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りの半チャン1回戦を行い、各半チャンのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット。ただし今回は番組名の通り、失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装を脱げなくなった時点でチョンボとなり、8000点のバップを支払わなければなりません。さあその4回戦が始まります。さて4回戦始まります。チーチャー君島さんで、なんちゃに小倉さん、シャーチャーは日野さん、そしてペーチャー磯野さんです。ドラはチーピン、チーチャーの君島さんの手は、トイツが4つですね。白を泣いてまず行くのかな。そしてでこちら現在トータルトップの日野さん、あまりいい手ではない感じ。こちらは磯野さんです。さて君島さんは、おっと、いいシャンテン、いやよく急速切らなかったですよね。そうですね、マンズの本質も見えるんでね。そうですよね、どんどん急速切ると思うんですけど、とにかくいいシャンテンです。これもテンパったら即のの何の短期でもリーチっていうのはありかもしれません。そうですね、さてスーソー、これはつもぎり、小倉さんは3ピン引きです。現在トータル2位の小倉さん、その3ピンつもぎり、日野さんはローワン重ねました。うん、あんまり良くないんでチートイツとか見た方がいいんじゃないですかね、はい、あ、そうですね、そうですね、両ピン切りました、はい。さてウーワンが重なりました。みんなチートイツっぽいですね。そうですね、そうですね、9番、チュン重ねて、いや本当にどんどんみんなトイツが増えていきます。メンツが全然できないですもんね。そうですね、もうリアンシャンテンですね。そうですね、はいはい、ね、ここはここはカンパーソーが入ってメンツ一つ完成。この白君島さん見向きもしません。ここはもうチートイツという感じが。スーワン、うん、おチーピンアンコドラですよね。そうですね、すごいな。これは小倉さん、ここはローソー結構いいところを引いてきてます。そうですね、はい、でチーワン引けばね、うん、だいぶいいんですけど、おこちらも関連数次々に、しかしテンパになるかならない、うん、ああもうやっぱりチートイツ、もうチートイに決めましたね、うん、そうですね、はい、ドラにくっついて、これもいい感じ。ああそうですね、うん、状況によっては6、7、8にもなりうるという、うん、そうですね、はい。さてパーピン、これはもうこの3つのどれかが統一になるのを待つという構えに見えます。パーソー、あーちょっと違ったか、つもぎりです。リャンワン、おチートイにはいかない。そうですね、はい、ペー、さてどうする、うん、残しますね、中安コ、おっと、これでローソーパーソーじゃないですかね、はい、でしょうね。小倉さんちょっとしびれる展開になってます。
ドラさんですからね、単純に。あ、ローアンアンコうまく打ってますよね。これもなかなかいい形のいいシャンテン。ああちょっと痛かったか、ちょっと痛いかローピン切っとけばよかったんですけどね。そうですね。さてこちらイーシャンテンの、あー数ワンだった。あ、勝ちそうだったって、うーん、勝ちそうだった、これはしょうがないですね。しょうがないですね、これはね。6-7ローマンチーワン残すでしょう。おーっと、テンパイ行くか、行った3走また来ました。そう、まあ通るんですけど嫌な感じですね。そうですね、はい、キューピン天敗。さて行くか、これ行くんじゃないですか、はい、あのトンタンキでね、トンタンキ勝負、はい、リーチすごいな。七位相当トンタンキの勝負、いきなり激しい戦いがと、あー掴んだ、あー掴んだ、これ危ないですね。危ない。おお、まず9ピンから行きました。おうわ、数番、まあこれはしょうがないか、違います。シーソーとトンの勝負、あーチーソー、そうか、あ今取ったんでね。そうですね、はいはい、あー掴んだ。磯野さんがトンを抑えたというのがリーチドラ1ですね。あ、そうですね、はい、2600、はい、君島さん連チャンならず、まずトップの日野さんにとっていい上がりです。はい、では君島さん1枚目ですが、うんね、残念でしたね、トンタンキね。何を抜いてくれるのかな。はい、ということで、まあ無事脱げてよかったですね。この後、まあ、麻雀頑張ってください。はい、という君島さんでございました。はい、とにかく親は小倉さんになりました。小倉さんいなくなったと思ったら何やってるんですか。はい、なんかね、なんか人手がなんか必要だったみたい。あ、そうなんですか。あの四ツ谷さんでもよかったかもしれないですけど。そうなんですか。私がね、年齢的にぴったりなんです。あ、そうなんですか。そうらしいんです。あ、わかりました。すいません。はい、あ、いえいえいえ、はい。ということで、まずはトップの日野さんが上がって しまったと言ったら日野さんに失礼ですけども、日野さんますます有利な展開になりました。さて、この手はドラはウーピンです。9ピンが重なってトンとリュウハも問いつ。ウーワンが重なりました。親の小倉さん、ここは小倉さん連チャーしたいですよね、本当にね。そうですね、おっとドラのカムピン引きました。あーリーチですね。はい、リーチでしょう、ね、これはリーチでしょう、迷うことなくリーチだと思います。磯野さん9番切りリーチ椅子そう、うん、うわどれでいくのかいや3万とか切るといいんですけど、3万3万っていくと E1 で安いんでね。そうですね、まあちょっと切りにくいかな。まあでも数万の出が早いので3万いってもいいかな。そうですね、いきましたね、はい、両ピン統一3万ここで小倉さん打ちます。ペーまだ日野さんいいシャンテン、君島さんもいいシャンテン、ウーワン数番引きましたか。あ、まあ数番は現物ですけどね。違いましたっけ。違います、ね、あ、違いますか、ええ、あ、まあ、もう一回3万いければいいですか。もう一回3万か、もう一回3万か、はい、パーワン、いや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 、小倉さんも3万ですかね。うん、まあウーワンでもいいいいですかね。はい、はい、あ、ウーワンね、はい、あ、これを泣く、あ、テンパイですね、これでスチーソーですね。スチーソー、はい、チーピン3ピン、いや、
あ、ありましたね。ありましたね。はい。ね、はい。数ワン、数ワン、いけるかどうか。行かないとダメなんですけどね。はい、行きましたね。はい。はい、9ピン、うん、おっとローソーにくっつけました。でもちょっと前には出にくい。そうですね、前ですね。はい、9アンも現物です。ペー、椅子層は実際どれぐらいいっぱいいますよね。いますよね。はい。1、2、3、え、5枚いるのかな。うん、ランソー、うん、すごいですねこれ。スーソーも3枚いるから、はい、スチーソーも4枚いますね。うんうん、ほとんど互角ですね。互角ですね。はい、リューファー、ここは小倉さん無理しません。チーピン、もうほとんどめくり合いみたいな感じになっています。うん、あ、つまりました。ね、リーチ、ピンフ、ツモ、ドライチ、裏を、1326ですね。ですね、はい。積もられてしまった親の小倉さんでした。1枚目連チャンできないのがちょっと残念ですけどね。まず1枚目を何いきましょうかね、でした。はい、まあ、親はないですけど、まだいくらでもチャンスはあります。はい、日野さん1枚目、まあ、これはなんか目いっぱい透けちゃってますが何をいくのかな。はい、日野さん1枚目、タイツでした。はい、脱がねばならないという使命感に燃えてね、しっかり連続して脱いでくださる君島さん、まあ、もうガーッといきますか、ガッと。まあこの状態でガシガシ上がるのもまたよしというところかもしれません。はい、上がってください、ここからね。